皆さんこんにちは。カルチャーから知る朝鮮半島のこと、今回も MC を務めますダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンムクです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ第9回となりましたね。早いです。早いですね。で第7回は平和教育とは何か、どういったアプローチがあるのかということを考えていきましたし、はい、第8回に関しては、部屋を飛び出して、で実際にあの京都のウトロ地区にあるウトロ平和記念館にお邪魔して、はい、で副館長のキムスファンさんに館内を案内していただくという動画を作成しましたが、うん、はい、これまでの2回ほど振り返ってみていかがでしたか？とても僕が好むテーマにだんだんとこう移りついていてですね、はい、喜んでいるんですけども、特にあの暑かったですけども、はい、ウトロはいろんな方々からの反響もあって、いろんなところでこれを見てください、またはこれをあの基本的なベースにして勉強会をして一緒に行きましょうっていう誘いも見ているので嬉しく思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、あの収録したのがちょうどあのウトロ地区で昨年放火事件が起きて、うん、でその判決があった次の日だったということで、はいはい、我々もそういった意味でもこういろんなことを考えたあの取材でしたが、そうですね、ね、でもやはりあそこでこう放火事件が起きてしまった、デマを信じた犯人がいたっていうことって、うん、でじゃあどうしてあそこにこう朝鮮半島出身の人たちが暮らしているんだろう、うん、でそこにはどんな歴史が背景があったんだろうっていうところがどうしてもこう抜け落ち、そこにデマが入り込みという構造的な問題も見えてきていましたよね。そうなんですね。だから、まあ、一言で言ってしまえば勉強不足っていうふうになってしまうんですけども、勉強不足だよって言ってしまうと、そう言われた人からするとこう気持ちがいいわけではないですね。だから分かりやすく伝えていくっていう仕組みも、まあいろんな大学とか学校の先生たち NGO の方々も考えていく必要があるなっていう事件でもあったというふうに思ってて、まあもちろん悪いのはその有罪判決を受けた側にあるんですけれども、ぜひともこれを社会として理解していく構図を作っていきたい、そういうふうにも思った事件です。はい、その歴史を掘り下げていく、触れる、知るという意味では今回も大切なテーマを掘り下げていきたいと思っています。で今回はですね、今年の9月に私たちが滞在をしましたチェジュ島、韓国チェジュ島の歴史を、実際にこうその現場をこう歩いてみて、でその動画をもとに皆さんと一緒にこう考えていくという回にしていきたいと思います。まずはここで動画をご覧ください。朝鮮半島の南、チェジュ島。多くの観光客が訪れる美しい島ですが、その近代史に目を向けると凄惨な虐殺の歴史が浮かび上がってきます。1945年8月15日、日本では終戦あるいは敗戦の日として記憶されている日付ですが、朝鮮半島では日本の植民地支配から解放された日として刻まれています。日本の帝国主義による人権蹂躙からやっとのことで解き放たれた朝鮮の人々は新しい国の建設のために動き出しました。しかし朝鮮半島はアメリカとソ連により南北に分断されてしまいます。共産主義陣営への防波堤として半島の南側だけによる単独政府の樹立を目指す米軍政に対し、南北統一政府を望む市民たちは声を上げ始めました。ところが反対運動を続けるチェジュ島は赤の島というレッテルを貼られ、厳しい弾圧にさらされていきます。1948年8月15日、大韓民国政府が誕生。翌月9月9日には朝鮮民主主義人民共和国政府が発足。南側で初代大統領に就任したイ・スンマンは自身の政府の正当性を示すためチェジュ島への弾圧を加速、虐殺に手を染めていくことになります。130余りの村が焼き払われ、数万人の人々が犠牲となったチェジュ島での虐殺は、一部島民が武装蜂起した1948年4月3日の日付にちなみ43事件と呼ばれていますが、名称はまだ定まっていません。チェジュ43平和記念館の最初の展示ではまだ文字の刻まれていない石碑、白碑が横たわっています。そうですね、チェジュを案内してくださった北海道大学教授のヒョン・ムアンさんは、祖父が43事件の犠牲となり、その遺骨は未だ見つかっていません。まあ、先ほど
白碑っていうふうに、つまりまだ四山というのが命名がされてないんですね。つまり、はい、未だによ、はい、これまでずっと暴動というふうに言われて、反逆っていうふうに言われてきたことに対して、市民社会では、抗争っていうふうに、まあ、歴史的に意義付けようとはしてるんですけれども、はい、やっぱりこれまで、ここまでたどり着いた中でも、はい、やはり警察側あるいは、まあ、討伐した分、まあ、そちらの人たちの立場とやっぱり犠牲になった、人々の武装隊の家族も含めてどういうふうにこれを定義づけるのかっていう合意がされてないので、普通にまだ43あるいは43事件という形で教科書には、まあ、載ってますので、 なので教科書にもこれを一つの歴史の中でこういう犠牲があったということで、その事件として、まあ、使うっていうふうにはなってますけれども、その歴史的な意義っていう市民社会のこれまでの努力によって行われて、そのような歴史観というのはやはり教科書には反映されていないわけですよね。あそこ黄色いところが半田というところなんですけれども、そこが私たち、はい、まあ、両親の、まあ、父親の出身地なんですけれども、はい、その列の左から3番目、キョンマンゴンというふうになります。あれがおじいさんですね。ね、ここでもう一つ、押さえておかなければならないのが、ところどころ空いてるところがありますので、はい、あそこにも当初は名前が、多分刻まれていたところなんですけれども、はい、それが今名前が記されている、まあ、あの重複したりとか、あるいは、まあ、実際は、その当時の犠牲者でなかったっていうことも、そういうケースもあるんですけれども、はい、その中にはですね、実際に今この特別法、真相究明特別法の中で武装隊の中心的な役割をした人は犠牲者として認定されてないんですね。で後から、まあ、軍あるいはそう警察の方から異議申し立てがあって、あの人は、中心的な役割をした人の家族であったりっていうことで、それが判明するということになると、またここから排除されたりするっていう、そういうケースもありますね。なるほど。2000年に、まあ、名誉真相究明法律ができるまでは、まあ、私も遺族の一人ではありますけれども、私遺族の人でさえその時に、身内の人が四三時期で亡くなったということを公に話すというのはかなりはばかれるような雰囲気がありましたけれども、やはり四三の遺跡であったり、その歴史であったり、そういうものを、まあ、学ぶっていうのがやはりここ数、まあ、10年ぐらいでしょうかね、まあ、それまであまり辻堂はまあ美しいところではありますけれども、そうした美しいところっていうのは必ず何らかの虐殺があったりしたところではあったんですけれども、やはりそういうところに、案内表示板もほとんどなかった。それがようやくここ10年、まあ、そうした、まあ、平和ツアーであったり、まあ、このような概念が普及することになって、で最近、まあ、法律も整備されたり名誉会も進むということで、積極的に、まあ、発信していくということで、今は学生も最近は多く訪れるようになったんじゃないかと思いますね。またチェジュ島には旧日本軍の遺構も多く残されています。帝国主義を推し進める日本はチェジュ島に多くの軍事施設を建造し、人々に重労働を強いてきました。日本の侵略戦争とその後の米軍政の統治、そうした負の歴史がチェジュ四三事件へとつながっていることを忘れてはならないでしょう。ということで、現地をヒョンムアンさんにご案内いただきながら、この島がたどってきた歴史だったりですとか、はい、実際に起きてきたこと、そして
それをどういうふうにこう伝えていくのかというところまで見てきたと思うんですけれども、はい、どうでしょう、その動画の中にもありました通り、この事件をどういうふうに韓国社会の中で位置づけていくのかということ、うん、まだ正式名称も定まらないままですし、はい、そう考えるとこう歴史的な検証というのもこれからという面があると思うんですが、じゃあなぜこういうこう事態が起きて、うん、なぜこれだけのこう凄惨な出来事が止められず、でこれだけの命が奪われてしまったのかという背景については、ケモクさんどういうふうにご覧になりますか。はい、まず背景について少し補足をする前に、私も学生時代何度も何度もチェジュ島に遊びに行ったり山登りをしたりいろいろと訪ねた経験があるんですけども、全くそういう分野にテーマに関心がなかったし知らなかったっていうことを申し上げないといけないと思います。でそれは自分の、まあ、無知無関心の反省ということもあるんですけども、同時に私が大学生だった90年代まではその43事件ということ自体がまだ社会的に封じ込められていて、まあ、真相究明解明もできてなかったっていうことに、まあ、理由があると思います。でこの問題43事件の解明っていうのは在日コリアンの作家とかですね、あるいはまあ、一般的に知られている部分で在日の作家や在日のコミュニティがいろいろと訴えたっていう権利名誉の回復運動っていうこともつながっていて、はい、まあ、言ってしまえば朝鮮半島の分断っていうのが植民地の解放の後にアメリカが支配して軍政になって、その後、まあ、当時南朝鮮と言われてた南側だけの単独選挙に反対したチェジュ島の人々に対して赤狩りっていう形でパージされたってところから始まっていて、その赤狩りから逃れた人たちがまた日本に多く移住してきてるっていう歴史があるってことで、この一種っていうのは実は在日コリアンの歴史と切っては切れないってことをぜひこの動画の視聴者の方々は理解していただきたいのと、単に当時の内戦状況の混乱期にですね、誰が敵で誰が味方であるかっていうことを解明することではなくて、真相はわからないまま実際こうとりあえず疑わしいものを罰せよっていうような論理が、まあ、力の論理が働いたっていうことに私たちは反省点を生み出すべきではないかなっていうふうに思ってます。その今おっしゃった力の論理というところにもこうつながっていくんではないかと思うんですけれど、やはりこうチェジュ島を考えるということは在日コリアンの人たちの歩みを考えるというところにもつながっていく、はい、ということはつまり日本のこう植民地時代の歴史ともこう直接的にこうつながっていくわけですよね。そうですね。例えばその、まあ、南側のこう単独選挙が行われる、このままだとこう分断が朝鮮半島でなされてしまうとい う, こう危機感が、うん、まあ、チェジュ島の中にあったということもあると思うんですけれども、その支配層に対する腐敗、例えば、まあ、日本のこう植民地時代にこう官僚だった人だったりですとか、うん、ある種のこう貢献力を持っていた人がこう解放されたはずで社会の仕組みが変わるはずだったのに、うん、その日本からの解放後もこう登用されていき、はい、そこでこう、まあ、汚職だったり腐敗があったとい う, こう歴史的な経緯にもこう触れたことがあるんですけれど、はい、そのあたりの構造についてはいかがですか。そうですね、ここも短く説明するのは本当に難しい部分があって、私自身上手に説明できるか分かりませんけれども、当時の米軍は、まあ、日本にも GHQ としてですね、エスキャップとして支配として、駐屯してたわけですね。で、言葉としても日本語が通じる人、そして日本式の教育を受けた人、日本の植民地時代に、まあ、官僚であったり、官僚っていうか公務員であった人々や警察であった人々を使うってことが効率が良かったっていう構図があるし、そういう人こそ高等教育を受けていたりということで、まあ、いろんな構造の中で過去の清算あるいは解明っていうのができないまま混乱期の中に、日本に協力した人たちがそのまままた韓国側の協力者になっていったっていうところに、その南北の分断の状況の中で問題ねじれっていうのが始まってると思うんですね。まあ、中には仕方なく協力した人たちも当然いると思いますけれども、やはりその過去の複雑な状況を十分に解明しないまま、あるいは清算しないままアメリカが使いやすい人たちを使って韓国も日本もその新しい戦後を作ろうとしたっていう構図、これは冷戦が一番の原因だって言ってしまえばそこまでだと思いますけども、そこの部分についてのもう一度振り返りと清算見直しが今韓国社会で動いてるってことを理解していただきたいってところだと思います。その冷戦だったりですとか、あるいはその米軍政がその支配を
円滑に進めていくため の, こう、あの措置だったりですか、はい、いろんなこう複雑なこう構造があったと思うんですけれど、この43事件というもの自体は1948年の4月3日、はい、まあ、一部島民が武装蜂起したその4月3日にこう基づいて今はそういうふうにこう呼ばれていると思うんですが、はい、この事件が一体どういう事件だったのかということ、これも一言に語るには非常にこう難しいと思うんですけれども、うん、その点はこれが一体どういった事件だというふうにこう言えるのかという点についてはいかがですか。そうですね、この部分の43事件の定義そのものが曖昧であるということがヒョンマン先生の一つのメッセージだったと思うんですけども、はい、まあ、一般的に言われてる、あるいは少なくともここ数年の間で韓国社会が認めていることは、43事件は48年から始まり、おそらく1954年までの時間だったっていう、うん、あの時間軸を経ての事件だっていうふうに定義されていると思います。で、その中には当然1950年から53年までの朝鮮戦争が含まれているので、1950年にある日突然6月25日に朝鮮戦争が始まったっていう、北が攻めてきたっていうのは全面戦争の面ではそうですけれども、実はその混乱期の内戦っていうのは、実は43事件だけじゃなくていろいろなところで南北の政府の在り方、うん、あるいはシステムの在り方をめぐって非常に局地的な争いや戦闘があった、うん、でその中に43事件も含まれているっていうことですね。で、そういうところに苛立っていたアメリカ軍政や韓国 の, その南側を進めようという、政権を立てようという勢力がおそらく一般の住民までも虐殺してしまった、でそこから逃れていった人々が日本にも流れてきたっていうところが一つのポイントになるかなというふうには思います。その背後にいるこう大国の面影だったりですとか、あるいはその南北の在り方、その上で起きたこう虐殺ということを考える上で、はい、実はあの何度も耳にすることになった名前が西北青年団と呼ばれるこう集団なんですけれど、はいはい、あのこれがどういった集団と言えるのか、そのあたりもあの触れていただくことはできますか。そうですね、あのシンプルに説明するためにはむしろ皆様が西北青年団、西北青年団というふうに検索するとネット上でいろんな情報が、まあ、正しさがどこまで担保されるかは別として、より正確な説明が出てくると思いますし、あとは歩道連盟っていう部分も出てくるんですね。これはおそらくですね、ブラザーフットっていう映画の中にも出てくるあの組織なんですけども、いわゆる民間の人々をこういろいろとこうオルグっていうか動員するようなその政治組織っていう中に、いろんな人々が食料をくれるからって言って名前を登録したりっていうような構図が当時あったと思うんですね。でそういうふうになると実際政治団体に所属してるみたいな形になってしまう恐れがあります。で西北青年団とか歩道連盟っていうのは、あのどういう文脈で理解していただければというと、民間のそのいわゆる右派の勢力を赤狩りのために送り込むみたいな形で、自分たちっていうのはつまり軍政や韓国政府になるような警察とかの勢力ではなく、パラミリタリー的な組織として、雇うような構図があったってところに、むしろなんていうか意地悪さ、いやらしさっていうのがあったのかもしれません。この西北青年団というこう集団なんですけれども、もともとはそのまあ出身地としてはあの北側だというふうにこう言われていますよね。でその政治的な変化の中で南へとこう追いやられて、うん、でまあそうなると、まあ、そこにこう所属する方もこういろんなグラデーションがあるかもしれないですけれども、はい、まあ概して反共だったりですとか、はい、赤をこうあの討伐するとい う, こう色がこう色濃くなっていくんではないかと思うんですが、はい、まあ、その中でその給与を与えられないままチェジュ島に送り込まれた、だからこそ略奪をこう繰り返し、はい、残忍になりとい う, こう経緯にもこう現地では触れたんですけれど、うん、そのあたりのこう振る舞いというのはいかがですか。そうですね、これはもうあの私がその時代を生きていたわけではないし、チェジュ島の当事者から直接具体的な証言をこういうことを聞いたっていうことを今ここで申し上げることができないので、こう誤解を生んでしまうようなことになるかと思ってですね、若干こう慎重な言い方をしますけれども、おそらくそういう共産主義が嫌で南に
降りてきてですね、で南で特に居場所がない時にこうすれば自分の居場所を作ってくれるよっていうような勧誘があった時に、やはり反共青年たちはやはりもっと実績を作ろうとしてしまうと思うんですね、うん、でそういう構造の中で誰が敵で誰が味方、あるいは誰が社会主義者で誰が資本主義者だかわからない時に、やはり過度のその暴力的な行為によって吐かせる行為っていうのが、まあ昔の時代だったからそうこそもっと頻繁にあっただろうっていうふうに想像はできます。でそういうことについては、まあ、真相の解明そのものよりも、まあ、それが一番重要なんですけども、一つ場合によっては映画とかですね、小説とかの作品を通して、特に日本語で書かれているいろんなものがですね、まあ、在日コリアンの作家やいろんな方々によってジャーナリストによって記録としても紹介されているので、これを機に、まあ、チェジュ島の43事件について、ぜひともどのような本でもいいから、どのような作品でもいいから一冊触れてみていただくってことが、むしろ私の説明よりは正しい理解につながるような気がします。はい、ぜひさまざまな文学がね、ここチェジュ島をこう舞台にして残されていますので、これを機にぜひそういった作品にも触れていただきたいんですけれども、今お話があった通り、そのチェジュ島出身のその在日コリアンの作家さんたちのこう発信だったりですとか、さまざまなこう働きかけなどがあったということも非常に重要な点だと思うんですよね、うん、はい、私たちが現地のその4さんのこう記念館を訪れた時も、うん、そうした作家さんたちをこう展示しているようなコーナーがあったんですが、はい、ただその例えばそのチェジュのこうこの4さん事件というのは1948年というふうに言われていますよね、はい、でその48年のその虐殺をこう逃れるためにこう日本に渡らざるを得なかった人たち、うん、とそれ以前から日本で暮らしていた人たち、はい、いろんなパターンがあると思うんですよね、はい、こうそれ以前に日本に暮らしていたんだけれど一度チェジュに戻り、でもチェジュでもやはりこう虐殺があってもう一度こう日本に戻り返った方々、はい、たくさんのこうパターンがあると思うんですが、うん、その環境のこう違い、また違った困難があったと思うんですよね。そのあたりについてはいかがでしょう。この部分は非常に複雑で、またどのようにこう丁寧な説明を模索するかということがこう求められるような気がしますけれども、1945年から1965年の日韓国交正常化までの空白の20年というのがありますよね、うん、で20年の間にじゃあ日韓の間で、あるいは朝鮮半島と日本の間で人の交流というのが全くなかったっていう、全くなかったのかというと必ずしもそうではない。で人々の中には内戦もあったりいろんなことがあったので、チェジュ島の4・3事件の後にも密航という形で、ある意味で法的に言えば不法移住ですけれども、命を、自分の命を守るためにやはり日本に渡って来ざるを得ないという状況の人々がいたということです。でこういう人々は日本で言えば大村収容所というところに、うん、摘発されてこう移送されたり、また送還されたりということがあったという記録がありますけれども、実質日本社会の在日コリアンの中に一緒に混ざって守られていたということです。これもまたいくつかの在日コリアンをモチーフにした映画の中で、なんか最近来たチェジュ島からの人間やみたいな形のセリフがさらっと出てくる映画がたまに出たりもします。でこういうのを探すのも韓国映画好きの方々には新しい見方っていうことになると思うんですけども、まあ、このグレーゾーンの人たちをですね、グレーゾーンの期間に移住した人たちをただに不法移住者っていう形で、片付けるのはやはり歴史的な理解、あるいは人道主義的な理解が若干欠けてしまうっていうのが私の理解ですので、まあ、法の管理、行政の立場からはそういう言葉を使うかもしれませんけれども、さまざまな事情で越境するっていう人々のモチベーションについて気持ちを入れ替えて想像する力こそが、まあ、これから求められる21世紀の力であり、その入り口としてむしろ歴史的な学術書そのものよりも映画とか人文、文芸書ということを私はお勧めしたいというのが今の気持ちでもあります。そうですね、今の話を聞いていて思ったのが、今でこそ難民条約がありますよね、はい、まあ、日本政府はその歴史をこうしっかり果たしているとは私は思っていませんけれども、まだまだ不十分ではありますが、それでも条約には入っている、うん、でそうすると、まあ、どういったこう規定があるかというと、例えば難民とならざるを得なかった人たちは、はい、とにかく危険から逃れるために、例えば借子定規に言えば不法な、うん、こう例えば手段でこう渡ってきたりですとか、はい、そういったことをもってして難民の人たちを罰してはいけませんよということになっていますよね、うんうん、はい、でも
そういった条約がなかった時代に、うん、事実上の難民として日本に渡らざるを得なかった人たちは、うん、まあ、さらにこう法的なこう、まあ、保護の乏しい環境だったんだろうなということは想像しますし、はい、そうですね、ね、こう機械的にこう不法だ不法だと言ってしまうことはこう簡単ですけれども、うん、やはりそういった背景とともにこう考えていく必要がありますよね。そうですね。またあのサンフランシスコ講和条約っていうのがいつその効力を発して、でどういう形で結ばれたのかっていうことを理解していくと、多分1951から1952年っていう数字がいろんな記録から皆さんもあの分かるようになると思うんですけども、そうすると1945年から1952年まではじゃあある人は第三国人っていうような言い方をしましたけれども、かつて、かつての日本人、日本の臣民だったっていう立場の人々がどういう状況に追われて戦争内戦が起きたところでどういう形でどこに自分の安全を求めるのかっていうことを考えていくと、これは一緒くたにですね、不法とか難民とか外国人だとか合法だとか非合法だとかっていう形では言えないっていう、これがあの21世紀を生きるための教養と人道主義だと私は繰り返し申し上げたいと思います。そうですね。本当に今のお話の中だけでもこう例えば日本の植民地支配の時代までこう遡った歴史的な経緯、それからこう世界情勢、でさらには逃れていった人たちがその後どういった生活を送ったのか、本当にこう多角的で掘り下げなければならないことがたくさんあるとは思うんですけれども、ただヒョムアンさんがビデオの中でもこうおっしゃっていたように、この事件というのはこう長らくタブー視されてきた、はい、未だにこう正式名称もこう定まっていない、うん、そうなるとこう、まあ、検証というのもまだまだこれからという面があると思うんですが、うん、改めてそのなぜこの事件はタブー視されてきてしまったのかという点については、はい、ヨモクさんいかがですか。これは基本的にやはり冷戦構造だったと思います。だから、まあ、どういう理由があれ社会主義的な傾向があるのであればそれは敵であるとか赤であるというようなスタンスであったし、どういう反人道的な権威主義体制であろうがアメリカや日本のために立つのであればためになるのであれば、まあ、目をつむっておこうというような構図が韓国の独裁政権を長年支えたっていう背景にもあると思うんですね。でも韓国の民主化っていうところが一つのきっかけになったし、うん、その民主化によってですね、過去をもう一度こう明らかにしていこうっていう、これは韓国内のそういう権威主義体制の課題っていうのもあるし、南北コリアの課題ということもありますし、日本と韓国の関係っていうこともあると思うんですね。この3つの軸っていうところでいろんな過去についての真実と和解を明らかにしようっていうような独立委員会というのが生まれて、そこで明らかになったっていうことなんですね。でその独立委員会を支えたっていうのはキム・デジュン政権だったりノムヨン政権だったり、今昨年までのムンジェイン政権だったっていうことです。つまりいわゆる進歩派の、そうです、リベラル派なんですね。で他方で保守派の政権になるとその都合が悪くなるんですね。自分たちをこう生み出した保守的な人々の支持も得られなくなるし、その政府の過去の政権をこう批判的に捉えなくちゃいけないっていう不都合さが出てくるので、そういうことについてまた政策を変えたり、なるべくこうロープロファイルに抑え込もうっていうことがあって、そうすると今私が一番申し上げたいことは、一度明らかになった過去の真実と名誉回復を、政権が変わったからといってコロコロ変えるっていうことは韓国内でも良くないし外交的にも良くないっていうことが一つのポイントであるっていうことは、まあ、韓国の人々も理解しないといけないとは思います。おっしゃる通り、その、まあ、今年になってからその保守派のこう政権にこう大統領にこう変わり、はい、で政権によってでこうしたこう政策がある種こう恣意的にこう変えられてしまうということは、結局その真相究明にとってもこれが社会の中で還元されていくという意味でも、うん、まあ、望ましいことではないわけですよね、はい、ただの一方でその独立したその真相究明のためのこう機関が作られていくということ自体は、うん、一つこう重要なことだと思うんですよね、うん、例えば、まあ、こうした真実と和解委員会というようなものができ、うん、でそれによってこう加害のこう歴史が見直されていくというアプローチって、はい、例えば国内のその加害の歴史だけではなくて、はい、日韓の間あるいは日朝の間、うん、あるいは日中かもしれないですし、そこでのその歴史とのこう向き合い方に
についても何かこう学べることがあるのではないか、反映できることがあるのではないかということも考えるんですが、うん、はい、そのあたりについてはいかがですか。それを通して学べることがあるのではないかっていうよりも、むしろ私はそれしかないかもしれないっていうような考え方を最近は持っているんですね。つまりまず前提として独立したアプローチが担保されないといけないということは一つなんですけども、やはり罰するとか罰しないとかっていうことを超えて、何が起きていたのか、真実は何なのか、どういう事実があるのかっていうことを明らかにすることを抜きにして、忘れようとか乗り越えましょうっていうことは、やはり過去の70数年間の歴史からして、成功しないんだってことを私たちは今確認しているわけです。これがまさに一つの例としては日韓関係だと思うんですね。で、そのためにも日韓の間でその政府レベルであるか、あるいは市民社会レベルであるかは別としてでも、やはり独立した形で和解のためのアプローチっていうのは必要だと思うんですけども、これ下手にするとですね、日本側の都合のいい和解と韓国側の都合のいい和解が違う目的で存在してしまうと、これは紛争の火種になると思うんですね。だから共通の和解のゴールっていうのは何なのかってことを考える必要があって、でそのために揺らがないものっていうのは真相は何かから始まることだと思うんです。だからこの独立委員会の一つのゴールは真相を明らかにして、それをどう扱うかってことは次のステップだってことまでにするってことが一つの方法かもしれません。例えばその真相というものをこう考える上でこう非常にこう大切な礎になってくるのがこう残されているこう史跡だったりですとか、はい、あるいはその書物のようなものかもしれないですし、うん、記録かもしれないですし、で今回その、まあ、例えばその知事島をこう回った時に焼き払われてしまった村の跡地がそのまま残されている、うんうん、残したとい う, こう場所がようやくこうできたりですとか、あるいはもっとその歴史をこう辿っていった時に日本軍が使っていた壕だったりですとか、そういうものに対して現地 の, そのダークツアーを企画している方々が、はいはい、共にそういったところをこう巡ってくれたり、うんうん、であるいはその、私たちが訪れたこの43事件のこう記念館に関しても、さまざまなこう記録を展示しているという意味で、うん、とても重要なこう拠点だと思うんですよね、はい、でそうしたこう拠点をこう作っていく、でまずこう共通認識だったりこう共通のこう知識をこう得ていくためのこう場を作っていくっていうことの意味って、チェジュ島に限らず非常にこう重要なことではないかと思うんですが、そうですね、これはですね、むしろ皆さんチェジュ島にゆかりがあるないを超えてですね、沖縄だったり広島だったり長崎だったりっていうような、その日本における戦争を記憶する、また戦争を忘れない形 の, その博物館、ミュージアムとかいろんな施設と関連づけて考えてみていただきたいんですね。沖縄に家族とあるいは友人と遊びに行った時に、よほどのことがない限り平和記念館だけを目的に行くってことはなかなか重いテーマになると思います。しかし海で遊んでいろいろと美味しいものを食べて、でも半日そのミュージアムに行ってみようかっていうような問題意識、偶然のきっかけが必要だと思うんですけども、きっかけでもいいと思うんですけども、そういう仕掛けを平和観光あるいは自治体の中でどうやってこう工数開発をするかっていうことが、むしろ今の時代こうテーマ旅行として求められているのではないかなっていうふうに最近考えています。でここで重要なのは、やはりただのそのパネルの展示とかですね、こう重いものだけではなくて、何らかの仕組みでですね、新しいきっかけ、新しいこう仕組みっていうのをどう開発していくのかってことを、NGO あるいは自治体、そして地域の企業や、研究機関、学校などと協力していくってことが新しい可能性かなというふうに思っているので、ダークツーリズムっていうのは非常にきっかけとしてはとても大切だと思うんですね。例えば 3.11 の移行の部分もそうだと思いますが、ダークっていう言葉に違和感を覚える方々がいますので、場合によってはピースツーリズムとかですね、あるいはヘリテージツーリズムっていう形で、その場に合う形でのネーミングっていうのは当然あるかなというふうに思います。必ずしも暗いことばかりではないとは思ってます。その動線をどういうふうにこう築いていくのかだったり、間口をどういうふうにこう広げていくのかっていうことは、まさにこう、知見とそれからこう、知恵のこう持ち寄りどころだなというふうに私自身も思います、はい、で一つ提案なんですけれど、これはカルチャーシリーズ で、はい、でしかもせっかく小説とかおすすめいろいろありますっていうふうに言ってくださったので、はいはい、で本がいろいろあるじゃないですか、はい、ギョンモクさんおすすめの
何か本とかを一冊でも二冊でも紹介してもらうなんていうのはどうですか、はいはいはい、いきなりの提案で、そうです、じゃあ1分ぐらい、はい、探す時間をいただいていいですか。もちろん1分と言わず、そう。わかりました、まだまだ2冊ぐらい選びましょうか。はい、ぜひぜひ。はい、わかりました。はい、ということで、このシリーズはですね、カルチャーを、はいはい、カルチャーを軸にしているということもありまして、うん、で今日のお話の中で、はい、例えばこう小説だったり文学だったり、あるいはこうその以外のこう書物だったりですとか、はいはい、ぜひいろんなものに触れていただけたらなという、 こうメッセージもあったと思いますので、うん、ここでギョンプクさん、はい、チョイスでこの本がいいんじゃないかということを何冊かご紹介していただけたらと思うんですけれども、はい、まずですね、今回の、動画の中で知事とご案内いただいたヒョンムアンさんのご著書もあるということで、はい、そうですね、ヒョンムアン先生の著書からご著書から紹介したいなというふうに思いますけれども、この本ポスト帝国の東アジアということで、場合によってはですね、若干学術的な本という形で、買って読むにはそんなにまあベラボー高くはないけど3,400〜3,500円の本なんですけども、上手にネットで探せば少し安くなってる中古本もあるかもしれません。わかりません。あるかないかわかりませんがっていう状況ですけれども、ポスト帝国の東アジアということで、今日のお話を総括する土台になるようなことを含めてるっていうことでですね、彼の考え方、一番最新の本の一つでもありますので、彼の考え方が全部ここに凝縮されているっていうふうにも考えていてもいいかなと思いますので、基本的なトランスナショナルな考え方、トランスナショナルリズムとか植民地主義の問題ということについていろいろと述べられていますので、はい、ぜひとも撮ってみてください、はいはい、本当に今回の動画の中でお話しいただいたのは本当に一部ですので、ムアンさんの考えていること、そして研究もっと掘り下げて知りたいなという方はこの一冊ぜひ手に取っていただければと思います。はい、次にですね、はい、日韓のモヤモヤと大学生の私っていうのは、これはかなり売れてるみたいです。どのぐらい売れてるかっていうことは私の興味の範囲ではないんですけども、若い学生たちがこの本いいですねっていう形で、つまり内容もいいんですけども、なんていうのかな、この問題意識が多くの人々の気持ちを代弁していて、で政治問題について、歴史問題についてはあまり触れたくないんだけども、韓国についてはとても興味があるっていう人々が、なぜこういうモヤモヤ感が生じているのかっていうのを対話形式で、進めている本なので、ぜひとも検討してみてくださいということです、ね、これが答えだというふうに提示するのではなくて、まあ、対話の中からそれをこうアプローチを、はい、もやもやにこうアプローチしていくという手法を取っている本ですね、はい、で、はい、3冊目ですけれども、これは町場のシリーズっていうふうにも言われるんですけども、はい、町場の日韓論ということで、まあ、アンソロジーっていって いろんな方々がたくさんこうエッセイ形式で自由に書かれています。で、朝鮮半島問題あるいは韓国問題に長年関わっている方々が長すぎず難しすぎずっていう形で書かれているんですけども、私はこういう本を通してですね、あまりこう主義主張がある形じゃない、こう自分がどういう経験からこういう考え方を持ってるんだってことを理解する上でとても優しい本だなというふうに思ったので、この本なかなかおすすめなんじゃないかなというふうに思って選んでみました。はい、いろんな方がこう文章を寄せていらっしゃるということで、多角的な視点が得られるかなと思います。はい、2冊一緒に紹介させていただきたいなっていうふうに思うんですね、はい、まさにチェジュ43事件を扱ったテーマっていうか、それを軸にしたお話がここで出てきます。で、お話が出てきますっていうのは、2人の有名な在日を代表する先生たちなんですね。1人は小説家キム・ソッポン先生、もう1人は詩人のキム・シジョン先生なんですけども、お二人ともチェジュ島のそういう43事件と深い関わりを持っていながらも、お一人はこれについて書き続けてきたし、もう一人の方はこれについて長い間沈黙を保ってこられたっていうことを、4350周年を記念してお二人が対談とかいろんな形でこう記録を残されたっていうことが一つで、もう一つはその在日の狭間でっていうことで、キム・ジジョン先生が考え方をいろいろとまとめられて、これもまた在日コリアンとかこういうテーマに興味のある方にとってはマストリード、必読書の一つかもしれないっていうふうに思ってます。
はい、ぜひ。そして最後に、はい、はい、これはあの暑い暑いあの出来たてホヤホヤなんですけれどもこれはあの私が翻訳に関わったですね翻訳書で、ちょっと宣伝というか PR の仕方があのなんていうのかな変わってきますけれども、愛の不時着現象にあやかって韓国ではもう四釣りになってる人文書なんです。で、私が尊敬するチョン・ビョンホ先生という方が著された本で、で、あの出版の直前にちょっとセカンドオピニオンくれないかってことを読んだら、もう刊行される前から僕に日本語版託していただけないでしょうかってことで、ちょっと時間が1年ぐらい遅れましたけども、2年経って翻訳として刊行されました。9月に出たばかりですけども、北朝鮮に対しての理解をポジティブにもネガティブにもいろいろと捉えやすい今のご時世においてですね、いろいろとこう多義的な視座からご自身の経験、そして学術的な知見をこの本で分かりやすく人類学者として説明している本なので、これもまたおすすめで、また何よりも想定が気に入ってるっていうところもあります。この2年半のこうコロナ禍をこう振り返ってもそうだと思うんですけれども、どうしてもこう物理的なこう距離ができてしまう、ましてやその、まあ、北朝鮮ですと、もちろんその日本から行っている方々もいますけれども、例えばすぐにこうじゃあ旅行で簡単に行けるとい う, こう場所ではない、で多くの方々が触れたことがないからこそ、いろんなこう偏見や凝り固まった考えにこう覆われてしまうこともこう少なくないわけですよね。でそういう中でやはりさまざまな文学だったり、あるいはその何かのこう書籍だったり、うんうん、そうしたものから想像を膨らませていくということも一つ大切なことですね。そうですね、まあ、僕自身はこういう大学で教えたり文章を書くっていう仕事についてるから、まあ、それが日常になってますけれども、の安田さんが今回来られて、あの今この撮影が私の研究室で行われてますけれども、カフェですけれども、そういう状況の中で書棚に目をこう置いて配ってくださってですね、じっと眺めてくださってるっていうことはとても僕自身としても嬉しく思いました。まあ本は公共財っていうこともありますし、それを超えてこうどうやってこの知を社会を良くするためにつなげていくのかなっていうこと、教育とか研究っていうことを超えてですね、教養または文芸って部分で、もう少し頑張れる時代が21世紀の人文の時代ではないかなというふうに思ったりもします。その一つとして、まあ、このカルチャーから知るとい う, こうシリーズを9回、うんはい、これまで、ね、やってきましたけれども、あっという間でした。あっという間ですね。 これまでのこう総括といってはなんですけれども、いかがでしたか。うん、とても楽しかったし、まあ、夏木さんのおかげっていうことを、おんぶに抱っこっていうことでお世話になったわけですけれども最近思っていることは実はですね、まあ、活字っていうことを紹介しましたけれども、活字の力にもう一度こうがんあの戻ってみたいなっていう気持ちもあるんですね。デジタル時代だからこそ動画の力ってことも大切なんですけれども、動画を見るだけではやはり力に十分ならないなってことを思ってるところもあって、きっかけとしての YouTube とかの動画っていうのはとても大切なんだけども、活字を通して初めて次のステップに確認しながら進めるっていうことがあるっていうふうに私は信じておりますので、皆様視聴者の方々のご自宅にもなかなか地味だけど面白そうな本だねって言われるような本を一冊二冊飾って見ていただければと思います。積読も読書です。はい、はい、あ積読いっぱいあるなっていうふうに思いながら思いましたけれども、ね、こういった試みでこう今日のお話にもありましたけれども、間口を広げていく、知る触れるということのこう動線をこう、はい、築いていくということももちろんなんですが、じゃあその先にこうどんな文字が言葉がこう刻まれていくのかっていうところで、間口の先ということもこうとても大切ですよね。はい、で行目さんの立場でも私たちのこうジャーナリストの立場でも、どんなことをこう刻んでいくのかということもね、うん、これから試みていきたいところですね。本当にそうですね。ですからこうやってジャーナリズムの世界の人とアカデミズムの世界の人が一緒にコラボするということも、言い方若干不謹慎かもしれないけれども、コロナ禍の置き土産っていうふうにも考えてありますんですね。新しい知恵を生み出すきっかけが見えてきたっていうことを今後も生かしてですね、私たちが社会をもう少し良くするために協力したり、楽しく
また真剣に向き合っていきたいと思いますので、もしかしたら次は違うプロジェクト、あるいは継続も試みますけれども、何らかの形で本も作ってみたり、うん、映画も作ってみたり、小説も書いてみたり、舞台も作ってみたりということをやってみたいなというふうには思ってます、はい、はい、本当にこれからもそれぞれの発信も続きますし、また今後ともいろんなコラボができたらというふうに思いますので、はい、またそういったところでも皆さんにお目にかかれたらと思います。山木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴くださった皆さんもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。